1番701系さんでリゾート白神かな、これ隣に E7 系かなんか止まってる感じが。コメント俺だとご本人から来てます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとローアングルですね。ありがとうございます。これがとある静岡の鉄道好きさんです。お、静岡の鉄道好きさん、藤川と。うん、いいですね、313系の車両と。藤川だとこうやってあれなんですね、駐車場から撮れるんですね。いいですね、このなんか駅名標と、しかも駐車場ってすぐ分かる感じですよね。ね、うん、めっちゃ見やすくていいスポットです。うん、これが SL133 です。お、133、ありがとうございます。64がカシオペアを引っ張ってますね。うん、こちらが九州鉄道さん。お、九鉄さん、すごい、シティライナー817系、鹿児島中央行き、いいですね。ありがとうございます。お、ありがとうございます。これがマダメビスタさんです。惜しい、これマダムビスタさんって読むんです。あ、マダムビスタさんなるほど、16日の試乗会と近鉄の青荷吉ですね、新しい。あー、すごい、うん、おしゃれですね。なんか近鉄っていちいち上品ですね。なんでしょうこれ、ねえ、うん、みんな青によしとコメント。青によしで安全よしって書いてある人いる面白い、うん、いいですね。みんな乗りたいとコメントあります。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが元松さんです。お、元松さん、今日元松さん YouTube の方来られてますね。うーん、運転台を撮影されてる。すごいシンプルな運転台ですね。うん、これあれかな、車掌4両編成5両編成ぐらいっぽいですね。あ、元松さん、 JR 九州821系の運転台に入った時と、なんと運転台入る機会があったってことですね。すごっ、うん、ありがとうございます。これが小田急クヤ31型テクノインスペクターさんです。はい、 V の断輪撮影。VSE が来た。そして YouTube の方またコメントいっぱい増えていて、あ、練馬のしんちゃんさんが、あーやんさんこんばんはとコメント来てますね。こんばんは。あとは岩瀬さんと枝豆さんも来てますね。お、来た。今なんか最後なんか起こりましたね。これが早瀬パンタグラフさん。お、早瀬さん、細部ラッピング、すごい、うん、目立ちますねこの色合い、この紫ってすごいですね。うん、近鉄が、あと今日はちょっと近鉄率が高い感じがありますね、本当ですね、うん、こちらが直樹さんです。お、直樹さん、すごい、これ秩父鉄道だ。おー、めっちゃ雪が降ってますね。ほんまや、めっちゃ降ってる、うん、こちらが長良丸さん。長良丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか関西関東順番に来てますね精神中央行きと。なるほど、手前が定期列車で奥がおもちゃ箱列車というイベント列車だそうです。うん、西本長良丸さん私だとコメントくれてます。これが暇じゃない暇人さんです。どんな名前だ。一応 8002F ってコメントありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。インジュンコソクさんです。インジュンコソクさん、え、これどういう状態だ。塗装を直してる感じですかね。うん、こちらトニーさんです。トニーさん、スナック青空だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。高速鉄道さんです。あ、ニッパさん、京成高砂行きと。近鉄率が今日は高いが間に京成が入ってきました。うん、こちらが鉄道好きてっちゃんさんです。鉄道好きてっちゃんさん、今日バランスいいですね。なんか関西関東、ね、で名鉄と、すごい、うん、いつも固まりがちだから余計びっくりしました。そうですね、赤い感じがいいですね。日賀屋敷さん、僕のだよとコメントが。ありがとうございます、うん、そして半蔵門何時に来るでしょうかと質問来てますが、我々も知りたいって感じですね。わかりません、うん、これが井の丸さん。井の丸さん動画、お、いや2秒の動画、2秒。うん、七つ星ですかね。瞬間ありがとうございます。これがハムーさん。お、ハムーさんありがとうございます。すごい春を感じる一枚ですね。そうですよね、この菜の花がめちゃくちゃ綺麗ですねちょうどなんか先週伊予灘物語の試乗会に行ってきて、うん、その時にあの伊原さんと一緒に行ったんですけど、うん、伊原さんがその前の週に行ってたらしいんですよ、うん、でその時はこの菜の花が一面に咲いてたらしいんですけど、うんうん、もう1週間で全部散っちゃって、結構短いんですね。ねえ、なのでこのタイミングめっちゃバッチリだと思います。満開、うん、菜の花って意外に取れそうで取れないってことですね。そう思うとねえ、レアですよね。そう、しかもこれあの廃車になる車両なんですよね。もう廃車ってかなったのかな、引退で最後の1編成だったというところで撮ったのかなと思います。めっちゃ貴重な1枚ですね、うん、ちょうどご本人もオレッスとコメントが来てます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、半蔵門18時20分に来るに300円かけてる方がいますが、ちょっとギャンブルはダメですよここはい、で次が誰だ。これがコバトゥンさん。コバトゥンさんありがとうございます。これもさっきと一緒ですかね。機関車がカシオペア引っ張ってる感じがありますが、違うかな、うん、すごい、かっこいい。ありがとうございます。あ、これがソライロさん。ソライロさん、あの先週私沿線でこれ見てくださってる方に会ったってか言ったんですけど、自分でコメントしてますね。ソライロさん、ハッチーと出会った時の写真を、うん、そう、これを撮ってるソライロさんと私遭遇してしまった、してしまったっていうと言い方悪いですね、遭遇したという感じです。
鶴見線のイーストアイですね。ありがとうございます。なんか経営の手、ふっくんさんです。ふっくんさん撮ってる青によし、すごい今日青によし2本目ですね。ねえ、うん、まだ後ろ桜が残ってますもんね。確かにまだちょっと春ですね。カブミンフーガさんが俺のやとコメント来てます。ありがとうございます。すごいこうやって走ってみると高級感あふれてますね。うん、なんか近鉄っぽい。続いてズッキーニさんです。ズッキーニさんも近鉄。おこれは伊勢島ライナーと書いてありますね。めっちゃ運転するの楽しそうですね。こんなに開放感ある、うん、運転席めっちゃいいですね。でもこれなんか後ろからこうやって見られると思うとちょっと緊張感もありますね、運転される方が。本当ですね、うん、でも最近なんか新しい趣味を見つけちゃって。新しい趣味、はい。その雨の日の車両にはまりそうになってるんですけど。どういうことですか？お顔の部分、運転席の部分のワイパーあるじゃないですか。あれがすごいなんか見てて楽しくて。ワイパーが動いてんのをずっと見てる感じですか？あ、そうですそうです。なんか車両によったらすっごいちっちゃいワイパーあるじゃないですか、うん、キュッ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 って動いてるのとか、うん、大きいのとかいろいろあるんで、なんかそれにハマって最近調べてみてました。調べる、すごい。なんかなんかニッチな沼にハマっていってる。そうなんです。あ、コウタさんが分からんでもないですとか。分かります、なんかあとワイパー鉄とかアメ鉄とか書いてありますね。アメ鉄。半田さんがなんかそのキュッキュって音するからですかと質問来てますね。あ、そうです。キュッキュも気になるし、うん、あとやっぱこの車両に対してのワイパーの大きさがすごい、うんうん、絶妙にちっちゃすぎるとめっちゃ楽しくて。なるほど、かわいいなと思って、はい、結構みんな同感してますね。私もじゃあ、嬉しい、はい、後で見てみようかな。言われると気になります。ぜひ見てみてください。うん、雨の日フェチ、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。これが山中さん。お、山中さん、仏性山でレトロ電車ラストランに撮影撮ってきましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。これが小早川たけしさんです。小早川さん、お VSE、 さっきのやつ、ダイさんがグッドって動画にコメントくれてますね。すごい、 VSE もちょっとずつ投稿は減りましたが、まだ根強いですね。ねえ、ありがとうございます。お、こちらがはっちゃんさんです。はっちゃんさん、ありがとうございます。これ、東日本の豪華列車の四季島ですね。すごい、うん、雪の山とか一緒、富士山かと思ったんですけど、富士山にしては雪積もってるなと思ってびっくりしちゃう。確かにかっこいい、うん、お、藤沢さんコメント、青によしで参加と、結構最初の方で紹介させていただきましたね。ありがとうございます、はい、そして、ありがとうございます。噂をすればですよ、みんな。おはようございます。はい、来ました。みんなのお待ちかねのね。テンション、どうされました今日は？
ちょっとね、はいはいはい、鉄道チャンネル、鉄道チャンネル、そうですね、鉄道チャンネルの、はい、みんなの仕事で鉄道博物館に行って、今日鉄旅アワードというところに出席してきて、中の人とみんなで来て、ちょっと湘南新宿ラインがね、ちょっと赤羽で抑止が本気でかかっちゃって、あ、ちょっと本当すいません、皆さんに申し訳ないです。戻りましょう。ちょっとお会い、この度の遅延をお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。すごいなんかお詫び慣れしてますね。ありがとうございます。すみません、申し訳ございません。いいタイミングで止まりますね、ガタンと取れましたね。隣のね、京浜東北線もね、一緒にこうやって止まっててね、うん、みんなでこうやって手振ったんだけどね、うん、向こうは手返してくれなかったですね。やっぱりさすがにこうやってなんかテンション低いとか、もっと声出して廊下に立ってなさい、すでに疲れてる、鹿跳ねた後、すいません、廊下に立ってます、ありがとうございます、すいません、廊下に立ちます、すいません、これから立ちますね。仕事やらかしたサラリーマン半蔵門さん、ギリギリでしたねってコメントあるんですけど、すギリギリではないです。すみませんでした。もうあれだけ来るまで半蔵門さん行ってエチアとおっしゃってたのに、来たらめっちゃ辛口でしたね、うん、結構辛口だ、確かに。もっと熱くなれよと。皆さんね、ちゃんと熱くなりますよ。じゃあでも皆さんじゃあ皆さん遅刻、わかりました、すみません、わかりました、わかりました、よろしくお願いします。戻りましょう、すみませんでした、ちょっと LINE の、はい、あれ今 LINE やってます。こちら AMT さんです。 AMT さん、ありがとうございます。ありがとうございます。草津かな、あら綺麗ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが城の輪さんです。城の輪さん、京都駅、前4両が V1 編成とコメントあります、ね、お座右門さんから、半蔵門さん23分遅れた分取り戻しましょうと。どうやってそれ業界用語で言っていいですか、取りに行っていいですか、その23分取りにしていいですか。でも取りに行くって言っちゃいけないんですよね、今ね。ガリさんが俺のやとコメントしてます。回復運転っていうふうに池田誠さんからも、はい、わかりました、回復します。ちなみに鉄泊にはここの鉄道チャンネルのもう本当ご出身されて、今もうめちゃめちゃ大人気の久野さんとか、アナウンサーの久野さんとか、うん、吉川さんとかね、ダーリンハニーの吉川さんとか、うん、南田マネージャーとか今日いましたね、うん、で鉄道チャンネルの中の人もいて、うん、で中の人も今後のなんかこう楽しい話題なんかいっぱい喋ってましたね。鉄道チャンネルまた新しくなるみたいで楽しみですね。そうですね、いろんなことが出そうで ね、いろんなことがあるかもしれない、ね、うんうんうん、楽しみです。ぜひ鉄道チャンネルご注目を。ちなみに知ってます久野さんにはお許し得てないですけど、久野さんもね、吉川さんもみんな鉄道チャンネルから、ね、いろんなコンテンツ出してますからね、うん、ね、今はあれですけど、今はしげちゃんがちょっと前から、あれですね、そうですね、久野さんはちょっと前から、ね、ぜひぜひ皆さんそういうルーツですからね。ああ、そうそう、はいはいはい、なるほど、ここから飛び立っていっちゃう、ね、そうですそうですね、フライングナウ、お、綺麗ですね。こちらローさん、ローさん、下灘駅、ああ綺麗、あらららららら、ら夜こんな綺麗なんですね、ね、先週行ったんですけど、すごい雨が降ってて、うん、海とかが綺麗に見えなかったんですけど、なるほど、またリベンジしたいですね、うん、そういう時やっぱワイパーに注目するんですか。ワイパーに注目してます。ワイ中、ワイ中、今アヤンワイパーに夢中にあるんです。ワイパー夢中。また鉄道チャンネルのコンテンツ用にも動画撮ってきたので、はい、物語動画編と
ヤマタン編かアップします。楽しみ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、みんなワイパーアーヤンってなんか芸人の名前みたいですね。ワイパーアーヤンになっちゃった。あは省略しちゃっていいんじゃない、アイパーヤンでもいいんじゃない、アイ、あ、そしたらちょっとちょっと世代がパーマのアイパーになっちゃうかな、世代がちょっと、ね、うん、それダメだよね、すいません。カスカズさんがワイパー編も楽しみと期待させてます。確かに確かに、本当ですね。で次が、お、鉄道大好きさんですかね、これ。お、何これ、プラチナトレインで集めた車両、あれ、おい、パンダさん、お礼やとコメント来てます。これ何、これ、こういうゲームがあるんですかね。ゲームなの、俺もやってますって人もいますね。マジやらなくなったな、あの人も。これガチャじゃないもんね、鉄道図鑑。何やろ、こんなんあるんですね。ねえ、何やこれ、プラチナトレイン、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。これが4853です。あら、これすごい、クラガノで EF210 のすれ違いと。8両ワンマン木って書いてあるこの、停止位置表示もいいですね。8号専用ですかね、機動車、ワンマン8両、ありがとうございます。この210の300番台もね、ありがとうございます。そうですよね、うん、この瀬の8号のね、黄色いラインいいですね、うん、これが S.A さんです。お、この辺半蔵門に刺さりますね。最高で、いい絵ですね。いい絵だな。さっきも写真1枚ありましたね、これ。これ和光市、これ。和光市じゃねえかな、これ多分。8両か。みんな今日メトロ7000系のお別れムードになってますね。そうか。うん。いい車でしたよね。うん、だって この画像みんな見える？ここで、うん、あの窓の上にこうやってね、うん、こうあれなんていうかな、アルミのこういうこう波打ち板が見えちゃうの、こうやって波を打つのね。であれがちょっとね芸術的にこう綺麗に映るんですよ。うん、これ撮影地はみんな石神井公園。石神井公園。そう、和光市はホームドアついてますというコメントきます。なるほどな、みんな早いなおい。そうなんだ、うん、いやでもいい車でしたね、うん、プシューって開くんですよ、ドアがね、プシューって言って、いいな、素敵です。残りの爆弾ドア8000件のみと。ねえ、本当だね、うん、お、確かにすごい写真。こちらともかっちゃんさんです。ともかっちゃんさん、ともかっちゃん、綺麗だな、うん、JR 西日本の事業用車ね、うん、これなんて言うんでしたっけ、これみんな、ドクターウエスト、デックって、デックって、シェルムさんも吉岡さんもデックって、綺麗ですね。桜と、あ、6号 SL 大樹、 SL パレオに乗った人、 PF 釜月さんです。釜月 SL 大樹なのに6号のからしなんだ写真、ありがとうございます。素敵ですね。1127ってまだこの色なのかな、そんなわけないよね、もう標準色戻ったよね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。